どうも中井です。今回は小花にする方法をお伝えしたいと思います。少しでも小花になりたいあなたは最後までやってみてください。絶対変わりますので楽しみにしてください。団子っ花の原因はもうなんか生まれつきですよね。団子もらってやっぱ嫌ですよね。顔のメリハリがなくてぼやけた印象になったりしますので、まあ、今回は団子っ鼻を解消して小鼻を作って顔立ちを良くしていきましょう。それでは実践していきましょう。今回は2ステップになります。その前にちょっと鼻見ておきますか。こんな感じですね。こんなちょっとこう膨らんだ感じですね。でステップ1としましてはこの小鼻のコリを取っていきたいと思います。でやる場所はこの膨らんだところですね。この小鼻のところいきます。で使う指は人差し指ですね。人差し指の第二関節、ここというよりはこのちょっと前なんですね。このちょっと前を使っていただいて、親指をこの頬に当てていただいて、この小鼻をこう潰すイメージでね、こうコリを取っていきたいと思います。ポイントはしっかり当ててから動かす。当ててから自分の方に向かってね、こんな感じですね。こんな感じ、こんな感じで潰していきたいと思います。これ30秒ぐらいやっていきます。そしたらこのコリが取れた状態で、さらにこの鼻ですね、鼻先をこの2本指でつまんで前に出します。こんな感じですね。でこれを30秒キープしていきます。それでは一緒にやっていきましょう。ステップ1ですね、小鼻をコリを取っていきます。こんな感じですね。ポイントはしっかり当ててからコリッとやる感じですね。当ててから、これがしっかり当たりを感じてないと、浅い層だとコリが取れないので、しっかり当ててからコリ、しっかり当ててからコリコリッと、こんな感じですね。まあちょっといろんなところをね、いろんなところ一箇所だけじゃなくて、こう自分の中で硬いとか膨らんでるなっていうところを、まあまんべんなくねやっていただけるといいかと思います。こんな感じですね。ちょっとコリコリいってると思うんですけども、次は鼻を引っ張っていきますね。こんな感じで小鼻をね作るイメージ、今こう丸かったものをこう伸ばしてですね、こうなくすようなイメージで引っ張っていただけるといいかと思います。感じですね。結構ね鼻先がね硬い人はですね、ちょっと痛いかもしれないですけど、こう頑張ってね引っ張っていただけるといいかと思います。はいはい、どうだったでしょうか。こう結構ね、ここへこんだ感じですね。へこんではないけど、こうシュッとした感じが出てると思いますね。まあ、皆さんもね鏡でね確認していただけるといいかと思います。少しでも小鼻になりたいあなたは1日1回でも大丈夫ですので、ぜひですね小鼻になったのをね想像しながらですね、楽しんでやっていただければと思います。もっと変わりたいと思ったあなたは、名古屋とおもち参道にサロンがあります。おもち参道のサロンは5月10日オープンなんですけれども、詳細は概要欄に貼っておきますので見てみてください。この動画がためになったなと思う方はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。エイジクラックのセルケアは裏切らない。